マイクロソフト Windows 7、Windows 7、Windows 7は、マイクロソフトが2009年にリリースした、Windows シリーズに属する、パーソナルコンピュータ用のオペレーティングシステムである。2009年7月22日に開発が完了し、2009年9月1日に、ボリュームライセンス契約者へ提供が開始され、2009年10月22日に、一般発売を開始した。 初期の開発コードネームはブラックコムであったが、後にビエナとなり、さらに Windows 7に改められた。本来時期クライアント用 Windows の社内開発コードネームだったもの、そのまま製品版の名称として採用された。米国の調査会社ネットアプラケーションスによると、2018年2月、現在の時点における世界の OS シェアに関しては Windows 7が主である。 Windows Vista の後継版としてリリースされ、Vista を基盤にして、カーネル設計やコンポーネント化のモデルの改良が行われている。製品名の中の7は、Windows 1.0、Windows 2X、Windows 3X、および Windows NT3X、4X、Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows Me、 Windows NT 4.0 5X Windows 2000 Windows XP 6.0に続く7番目のクライアント向けのメジャーリリースであることに由来しているが一説ではビルゲイツの愛車であるマツダ RX-7 から来ているとも言われているなお内部的なバージョン番号は6.1であり7.0ではないこれは前述の通り Windows 7には Windows Vista を元に改良したカーネルが使用されており、新規開発は行われていないこと、及び互換性確保などの理由による措置である。Windows 7と Windows s e サーバー 2008R には同一のソースコードからビルドされている。IP アドレス枯渇問題に対応するため、IPv6 を前提とする構成がデフォルトになっている。Windows XP では IPv6 を 有効化すると IPv4 での性能が低下することから IPv6 を有効化しないように勧告する意見があった。しかし Windows 7に至ってはホームグループなどで IPv6 が有効であることを前提としていることから逆に IPv6 を常時有効にすることを Microsoft が推奨しており IPv6 を無効化した場合の動作については 保証できないとされている。IPv6 のグローバルアドレスが設定されていない場合、Microsoft が無償提供しているテレドによる接続サービスによるトンネルリングを自動設定する。IPv4 のグローバルアドレスが設定されている場合、Microsoft が無償提供している624による接続サービスによるトンネルリングを自動設定する。ただし、 ホスト名のアドレス解決において、ホストにリンクローカルアドレス、またはテレドアドレスしか割り当てられていない場合、DNS クライアントサービスは IPv4 用の A レコードに関するクエだけを送信するため IPv6 アドレスが取得できず URL で直接 IPv6 アドレスを指定したりしない限り、指定した相手に IPv6 で通信することはない。そのため、 IPv6 でインターネットを参照できる環境であってもホストにリンクローカルアドレスまたはテレドアドレスしか割り当てられていない場合インターネットエクスプローラーに IPv6 の IP アドレスを持つサイトの URL をホスト名で指定しても IPv6 でアクセスすることはできないこの仕様は IPv4 を主に使用する環境での性能低下を回避するためののである パワーマネージメントも機能が強化され、ノート PC における未使用時の画面の明るさの調節、未使用ポートの電源弾、冷却ファンの設定に対応した。標準の電源設定ツールでは電源に関する分析と結果のレポート生成を行えるようになった。六つの異なるエディションが提供されており、ホームプレミアム、プロフェッショナル、ウルティメイトの三つのみが小売りから広く入手することが、 できる。その他のエディションは発展途上国や企業など、他の市場に焦点を当てている。すべてのエディションは3 2ビットアーキテクチャに対応し、スターターを除くすべてのエディションは6 4ビットのアーキテクチャに対応している。6 4ビットエディションはスターターを除くすべてのエディションで用意され、そのうちホームベーシックを除くリテールパッケージで3 2ビット版6 4ビット版が、 セットになって販売されている。Windows Vista では、プレミアムエディションとして消費者用のホームプレミアムとビジネス用のビジネスの2種類があり、双方で含まれる機能に違いがあったが、Windows 7は Windows Vista とは異なり、上位エディションは、下位エディションの全機能を備えている。Microsoft によれば、どのエディションを導入していても、Windows 7のすべてのエディションの機能が、 コンピュータ上に保存されるようになっている。利用者がさらなる機能を求めて Windows 7の上位エディションにアップグレードしたいのであれば、Windows Anytime アップグレードのアップグレード用、シリアルナンバーを購入して入力すること、その購入したエディションの機能が新たに使えるようになる。Microsoft は2009年6月25日に Windows 7のいくつかのエディションを2009年7月31日に ウィンドウセニタイムアップグレードとファミリーパックの価格を発表した。欧州ではインターネットエクスプローラーを除いた E エディションが用意される予定であったが最終的に中止された。日本ではホームプレミアム、プロフェッショナル、ウルティメイトの各エディションの新規購入版とアップグレード版の2つリテールパッケージが販売されている。プロセッサのアーキテクチャ、エディション。 言語が同じならば、Windows Vista サービスパック1から Windows 7へ、その場でアップグレードすることができる。Windows XP からは、環境の引き継ぎができず、クリーンインストールを行わなければならない。しかし、Microsoft はいくつかの国において、明確な根拠もないまま Windows XP、Windows Vista を問わずクリーンインストールするように、進めていたこともある。 かつて Windows Embedded 2011と名乗っていた Windows 7の組み込みバージョンは開発者向けに提供されている。プレミアムゲームは Windows Vista のホームプレミアム以上で提供されたのと同じチスタイタンズ、マジアウングタイタンズ、パーブルプレイスであったがインクボールのみ Windows 7では提供されなかった。2010年6月24日には一部のテスター向けに ベータ版が配布され、7月12日にはテクネットにてベータ版がリリースされた。一部のテスター向けにプレ RC 版を配布し、10月27日にはリリース候補版がリリースされた。この SP1 は、すでにリリースされたアップデートなどのマイナーアップデートが中心になるが、リモートデスクトップクライアントが刷新され、 ラモーティファックス機能が活用できるようになるなどの一部新規が追加された。2011年2月4日には Windows Server 2008R2 と共に正式に SP1 開発完了の報告があった。2月22日、米国時間に Microsoft Download Center 及び Windows アップデートで公開された。全エディションに共通のサポート期限として メインストリームサポートは2015年1月13日まで延長サポート。メインストリームサポート終了後5年が2020年1月14日まで設定されている。延長サポートの終了をもってセキュリティアップデートの提供が終了する。2015年1月13日0時、Windows 7の全エディションのメインストリームサポートが終了し、 新機能の追加やセキュリティ以外の修正は終了した。マイクロソフトは当初、スターターホームベーシックホームプレミアムウルティメイトでは2015年1月13日のメインストリームサポート終了をもってサポート期間を終了するとしていたが、2012年2月20日の改定で当初プロフェッショナルエンタープライズのビジネス向けのみエディションに限って適用としていた延長サポートを 全バージョンに適用し、2020年1月14日、日本時間1月15日までサポートすると発表した。なお、2017年以降にリリースされたプロセッサのサポートは行われていない。通常パッケージ製品のアップグレード版でのアップグレード対象製品は、Windows Vista と Windows XP、SP に以降の適用が必要のすべてのエディションのみ。 Windows Vista 環境を引き継いでアップグレードする場合は SP1 以降の適用が必要からは条件。例えば Vista Home ベーシック及びホームプレミアムからは o m ホームプレミアムか Ultimate へは、カダガプロフェッショナルへは負荷によってはアップグレードインストールが可能だが Windows XP からは直接アップグレードすることはできず新規インストールを行わなければならない。 Windows XP からアップグレードインストールしたい場合は、一度 Windows Vista にアップグレードしてから行う必要がある。また、Windows Vista の時と同様、通常のコントロールパネルを用いた方法では、旧バージョンへ戻すこと、アンインストールはできない。また、Windows XP より、前のバージョン、Windows に先頭からは、セットアッププログラムを起動させることすらできない。 どうしても、Windows 2000や Windows 98などから、新規インストールを行わずに環境を引き継ぎたい場合は、最初に Windows XP にアップグレードし、さらに Windows Vista にアップグレードして、それから Windows 7にアップグレードするという3つの手順を踏む必要がある。Windows 7の一部会エディションには、Windows Vista と同様に上位エディションへのアップグレードを行う。 Windows A2E Time Upgrade 先日のアップグレードエディションの不思議参照を置いたアップグレード方法パッケージ版及びダウンロード版が用意されており購入したアップグレードキーの入力だけでアップグレードできるがあるため Windows Vista とは違いインストールメディアを用いた通常のパッケージ版でのアップグレードはサポートされていない Windows Vista はインストールメディアを使ったアップグレードをサポートしていた そのため、インストールメディアを使って上位エディションへのアップグレードはできない。例えば、インストールメディアを使用して Windows 7 Home、プレミアムから Windows 7 Ultimate へのアップグレードは不可能。最上位エディションである Windows 7 Ultimate にはこの機能はない。ただし、Windows 7 Ultimate から Windows 7 Ultimate のように同じエディションの上書きインストールは可能。 一見意味がないように見えるが、これは Windows 7搭載 PC に対して、アップグレード版の Windows 7を使って、上位エディションにアップグレードする際に役立つインストール方法である。Windows 7アップグレード版、プロダクトキーで、Windows a n y Time アップグレードを使って、アップグレードすると、ライセンス認証が行えなくなってしまう。Windows a y Time アップグレードでの上位エディションへのアップグレードは、 OS のアップグレードとはみなされず、新規インストール扱いになるため、そこで、最初に Windows Anytime アップグレードを使って、目的のアップグレード先の Windows 7にしてから、そのインストールメディアを使って上書きインストールすることで、ライセンス認証が可能になる。OEM 出荷向けでの違いとして、Windows Vista でのダウングレード権は一般向けでは、 前の世代の Windows XP のみであったが、Windows 7では、Windows Vista と Windows XP へのダウングレードができた。Windows XP へのダウングレード権の有効期間は Windows 7発売から18ヶ月後あるいは、Windows 7 SP1 リリースのいずれか早い方までだったが、Windows 7 SP1 ベータ版のリリースとともに延長され、OEM 版、 Windows 7の提供終了までとなった。メモリプロセッサの性能向上とともに、Windows 7によって提供される機能が増えており、他の OS に比べて高スペックを要求している。追加の要求として以下のものがある。Windows 7以降の OS 特有のトラブルで、製品版の Windows 7や8が稼働している、コンピューターがブルースクリーンとなり、ならない場合もある。 イベントログにソースカーネル、パワー、イベント ID41 と記録される問題が頻繁に発生することが報告されている。この現象は基本的には今まで検出していなかったハードウェアの問題を OS の機能改善により検出するようになったことによる問題であり、電源ユニットやマザーボードの電圧管理機能の不安さが原因とされている。スピードステップや クール N クワイエットといった省電力技術を無効にするメモリの電圧を上げる電源容量が少ない場合は電源ユニットを適切な容量のものに変更するといった方法マザーボード上の電圧を適正値に固定することで改善することが報告されている電圧以外の理由で発生するケースも多くその場合はハード環境やインストールされている ソフトウェアなどにより対処が異なるため、原因を特定することが困難な場合が多い。KP41 秒などと呼びカーネルパワー41が原因で不安定になり再起動したような説明している人もいるが、実際にはカーネルパワー41は症例であり、別の何かが原因で再起動した場合に、結果報告として後からイベントログに記録されるのである。 2017年1月現在、Windows 7は特定の条件下に限り販売が継続中。ただし、DSP 版および OEM 版の各プロフェッショナルのみの現役製品である。パッケージ版は2013年10月末に、プロフェッショナル以外のエディションのプリンストール PC は2014年10月末に、それぞれ出荷が終了したものの、その他、 DSP 版及び OEM 版無条件の場合に、いては2016年10月31日まで、非公式にではあるが、特定の条件下でのみ2017年10月31日までの予定となる継続された。しかし、2012年10月に、後継商品である Windows 8の発売が開始され、翌2013年に、一般向けの販路で発売される新品 PC は、 急速に Windows 8プリインストール機に切り替わっており、2014年9月現在の時点において、一般個人での新品の Windows 7プリインストール機、特に大手命名々火星の購入は非常に困難となっていた。2017年1月現在の時点において、新品の Windows 7プリインストール機の一般個人での入手、購入は下記のような条件。 主に直販に限られ、ハードルが高くなっている。Windows 10 Pro、もしくは Windows 8 X Pro、プリインストールキーを Windows 7 p r o f e s s i o n a l に変更することは、Windows 7 p r o f e s s i o n a l のインストールメディア、主にジテール版も有プロダクトキーを所有していれば、ライセンス規定上は可能であるが、PC メーカーがサポートしていない場合、特に大,大手有名メーカー性がほとんどであり、 大手メーカー製 PC に見られる独自機能として搭載されたデバイスドライバなどの入手ができない場合が大部分を占めているため結果的に自己責任での対応となる DSP 版 Windows 10 Pro もしくは Windows 8 X Pro の場合も OEM 版と同様にプリインストールされた PC であればダウングレード権があるが同じ DSP 版でも個人が OS 単独で購入した場合は、うんぐれいど券がない。なお、入手困難となるのはあくまで武藤を除く、大手 PC メーカー製の Windows 7プリインストール、PC の話である。2014年1月には、Windows 8と同様に、パーツとの関連付けが不要でショップサポートつかない、新版、DSP パッケージの Windows 7が、新たに登場し、 かつてのリテールパッケージ製品と同様に単品購入が可能となった。ただし2015年8月には先述の通り、Windows 10の登場とともに DSP 版の販売形態が見直され、Windows 7も在庫が切れ次い、従来通りパーツ類とのバンドル販売に戻り、さらに2016年10月31日をもって特定の条件下を除き DSP 版、 Windows 7 Professional 並びに Windows 7 Professional がプリインストールされた PC OEM 版もそれぞれ販売終了となった。マイクロソフト社は2014年4月9日に Windows XP のサポートを終了した。このためにマイクロソフト及びその日本法人の日本、マイクロソフトは Windows 8.1への乗り換えを推奨しているが現場から扱いづらいとの声が多数漏れており、 その結果この7に乗り換える法人公客が2014年に入って増加している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。